歓声に包まれています。ムニシパルでイプルーアへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西。サイドから攻撃でしょうか。さあリードできるか。奪った。絶好のタイミングで前馬場ゴールに向かっています。いいクロスが中に入った。このパスは鮮やか。これは見事に奪いました。さあスタジアムのテンションが上がります。中の選手を狙ってきた。パンチング。ここでインターセプト。さあクロスか。中央で受けた。打てるか。入った。これはチームにとって待望のゴールでしょう。はい、このまま行けば降格を免れます。しかし試合は終わった。いい位置でカットした。これはよく見ていた。おお。前線でもプレッシャーを緩めず、ボールをはっきりクリアしたい。ボールを前に運んでいく。決めて、これは見事なクリアでした。キーパーが妨害されました。さあリードできるか。クリアでしのぎます。ロングスロー、ライン際で素晴らしいタックルです。見事なスルーパス。スルーパスでしたが合わないか。ここはシュート。キーパーが止めましたがボールは。マッカーシー、いいところに出た。シュートのコースを読んでいました。コーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。決まった。値千金のゴールです。いや本当に価値あるゴールですよ。これで現在のスコアを守りきればチームは残留確定ですね。リプレイを見てみましょう。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。サイドへパスを出します。入った。ルーファー、いいボールでしたがここはクリア。シュートだ。このシュートはブロックさ。コーナーからエリア内へ。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。決着はつきません。延長戦となります。